はい、皆さんこんにちは、マッスンでございます。今日はですね、ここのルーバー抜きとここのフロントの、まあこれもルーバーって思うんですかね、この穴の場所なんですけど、ここもねちょっと分厚さがあって、穴がこう上から見た時に向こうが見えないんですよね。実写はあの薄い鉄板でできてますんで、ここはあの非常に薄くて、こう上から見てもですね、穴がこう見えるような形なんですけど、こんな感じで穴が奥まで見えない形になりますんで、ここちょっと薄く仕上げておきたいなということで、この部分とルーバーの部分、ここを裏からですね、このリューターを使って削っていきます。先端のビットはね、こういうあのスクリューみたいなタイプ、これでこう直角に部分的に削っていくことができるということで、これを使っていこうと思います。で、このリューターですね、あのすごい安い分で、Amazon で買ったんだったかな、確か。で、3000回転から1万3000回転まで、こう、スイッチ入れると、スピード選べるんですけど、あまり速くしすぎると、プラスチックの場合、熱で溶けてしまいますんで、ほんと最低の3000回転、もうスイッチ入れて一番切れる手前の状態で削っていきます。じゃあ早速やっていこうと思います。どうしようかな、ルーバーのとこだけ見てもらいましょうか。でルーバーここなんで、はい、こんな感じでちょっとアップしましょうかね。ちょっとうまくいくか、これちょっとね、私2回目なんですね、やるの。車の焦らずちょっとずつ作業していきます。こういう感じで、ね、裏から削っていくと、どうしようかな、これ向こうが見えてきてるの分かりますかね。はい、こんな感じで、もうこのここが薄くなってきてるの分かると思います。こんな感じで穴のところだけ削り取るようなイメージで作業をしていきます。まあ、あんまり強く行きすぎると貫通しちゃう状態まで来てますんで、そっとそっと作業していきます。ガツッと引っかかるともう折れてしまいますんでね、そっとそっと作業していきます。もうちょっとね、分厚いのかなと思ったんですけど、全然ここ厚みないですね。もともと薄く仕上がってるんで、表からアタックしてもかなりすぐは貫通はさせれたかもわかんないですね。ここもちょっと見えてきましたね。向こうが透けて見えてきました。こっちから見ても、ちょっと表から見るとあんまりわかりにくいですけど、かなり薄いところまで来てますんで、このまま慎重に慎重に作業を進めて、こっち側もね、こういう風にルーバー残ってますんで、同じように薄く削っていくような作業をしていこうと思います。もうちょっといけるけど、まあ、このぐらいで打ち止めでもいいかもわかんないですけどね。あんまり行きすぎると、ここがポキッと折れてしまいますんで、2000GT の時もここ折れちゃって、ちょっとごまかしをする羽目になったんですけど、あんまり行き過ぎると折れてしまうんでね、
ほどほどにやっていこうかなと思います。はい、とあとここですね、ここのところ、もうちょっとこうやっていきましょうか。焦らずに本当グーッと押し付けるとすぐにあの向こう側に貫通してしまいますんで、触れるか触れんかぐらいのところでちょっとずつ削っていくようにします。これ以外にあの表から筋彫りの道具とかでガリガリやっていく方法があるんですけども、かなり時間がかかっちゃいます。ほんと丸1日ぐらいやり続ける感じになると思うんで、もしまあリューターとかあのそんな高いもんじゃない、これ多分ね3000か4000ぐらいで買った記憶あるんですけど、ほんとこれ以外にもいろいろ使えますんでね、もし持たれてない方おられましたら導入検討されることをお勧めします。もっといいやつもねいっぱいあると思うんですけど、ガスを入れながら作業しないと、もう十分薄くなってんのにそれ以上いってしまうことがないように、こんな感じですね。だいぶ向こう側が見えてきました。この辺まだねあの削り始めて浅いんであれですけど、こことかも向こうが透けて見えます。指の色が透けて見えると思いますけど、はい、こんな状態になるまで全体的にこの作業を進めていきます。もう間もなくですね、もう間もなく貫通の
あたりまで来てると思います。指の色が透けてるの分かりますかね。オレンジが透けてるの分かります。はい、このぐらいまで来たらもうあとはナイフ、デザインナイフでちゃちゃんと仕上げちゃってもいいかもわかんないですね。はい、というような感じでですね、こことここと、あ、こっちちょっとやっていくの見てもらいましょうか。ちょっとね、歯が届きにくい感じだな。大まかなところはこのリューターで仕上げて、あとはあのペーパーとかでね、最終断面はやれればと思うんで、ちょっとあれだな、歯が届きにくいところですね、ここはね。よいしょ。あ、とはいえ、ここが本当にね、薄くなればリアル度グッと高まると思うんで、あのここの薄々と一緒なんですけどね、ホイールアーチの薄々と一緒の効果が得られると思うんで、この辺はちょっとずつ作業を進めていこうと思います。はい、じゃあちょっとね、長くなっちゃうんで一旦この辺でカメラを止めさせていただきましょうかね。もうちょっといきましょうか。もうちょっとだけ、はい、もうちょっとこれ以上は厳しいかな。もう向こうが透けてますもんね。じゃあこの辺りでちょっとデザインナイフでついてみましょうか。いや、全部リュータでいけよって感じかもわかんないですけど、なかなかの
薄さまでやってきたんで、これ以上ねリューターでいくと、ほんとワンミスで 3,4 本パパパンと飛んじゃうんで、この辺りでね一旦ナイフで表から調整をしていこうと思います。もうこんな状態ですね。もうすぐブスッと穴が開くぐらいの状態まで薄く仕上がってます。ただこの辺がねちょっとまだ薄くなってないんですよね。だからもうちょっと、こっち側ですね、この下側を中心に削っていくようにしましょうか。ちょっと長くなっちゃうんで一旦ここでカメラ止めて、ナイフで貫通させるところからまたスタートしましょうかね。一旦カメラ止めさせてもらいます。はい、ここまで薄く削ることができました。ちょっとね一本折れかかってるのがこの辺にあるんですけど、まあまあしゃあないですね。電動工具振り回すとまあまあこうなりますわね。もうほぼ向こう透けてますんでね、あとはデザインナイフで軽くつついてやると、もう薄いバリに近いような状況で残ってるだけなんで、これを軽く、このまま焦って強くいっちゃうと簡単にルーバーの残留部分がね折れていきますんで、この辺は慎重に作業していきます。で上から押しても折れますんで、塗装とか、まあ、中研ぎとかそういう力の入るシーンでもですね、この辺りはもう触らないということで、しっかり心に決めてですね作業していこうと思います。でこのルーバーという機構はですね、外気を車内に取り入れるためのものらしいですね。てっきりなの雨水を。フロントウィンドウでこうワイパーが弾いた雨水をこう排出するためのものだと思ったんですけど、違うらしいですね。あ、肩凝った。いや、ちょっと肩凝りますね、これ細かい作業だから。ちょっと見切れてたかな。ずっとな、網戸のあたりでなんかコオロギみたいなのが鳴いてて気が散るなと思いながら作業してます。
よし、真ん中は大方綺麗に開いてきましたね。この後はバリっぽいところを綺麗にちょっとずつ取り除いていきます。ちょっとでも夜も遅いんで一旦この辺で中断して、起きたての冴えてる時にね、あの作業はした方がいいと思うんですが、ね、思うんですけど、なんかここまで来るとやめれないですね。真ん中のこのルーバーだけ抜いて今日は終わりにしましょうか。よし、こんな感じ。ちょっとこの辺薄くなってますけど、ここはちょっとまあ後で修正するとして、ルーバー横から見てもしっかり向こうが透けて見えるんで、薄さがね表現できてるかなというふうに思います。ちょっとまだバリっぽいのがいっぱいありますけども、この辺はまた明日にでもしっかり綺麗に取り除いて、この左右のねルーバーのところも貫通をさせるのと、あとあのここも裏からリューターでビャーッと削ってますんで、ペーパー当てたりとか、このバリっぽいところをねちょっとでも綺麗にして、ここの薄さも表現をしっかりしていけたらなというふうに思ってます。はい、ということで今回はルーバー抜きのところを見てもらいました。ちょっとね一本怪しいところがありますけど、まあいいでしょう。これもねチキンレース、もうちょっと前でやめときゃよかったなとか思いながら、まあ仕方ないですけどね。はい、ということで今回はルーバー抜きを見ていただきました。はい、チャンネル登録まだいただけてない方おられましたら、チャンネル登録をよろしくお願いします。またコメント高評価もですねいただけると今後の励みになります。よろしくお願いします。で、私が使ってます工具機材消耗品、この箱スカタミヤの箱スカのですねリンクも含めて、動画の概要欄にメンバーシップ制度の概要と一緒に載せてますので、気になる方おられましたらご参考で確認をいただけたらと思います。で、私が作りましたウルフ WR1 という F1 のキットですね、完成品を奈良県の御所市というところにあるメガドックさんというプラモデル屋さんに、多分9月の末ぐらいまで飾っていただけることになってます。しまった、これはもう10月に入ってからの動画なので、ひょっとしたらないかもわかんないですけども、はい、そこのお店がですね、マニアもうなるような品揃えで、フィニッシャーズ全色取り揃えてたりとか、非常にプラモデルマニアの方にとって楽しいお店になってますんでね、またそちらも買い物行っていただけたらと思います。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。ごめんなさい、ちょっとロレスが回ってない。おやすみなさい。